秀吉のヤバイエピソード。 1. 1信長の草履取り。秀吉は信長に仕えると草履取りをしていた。ある雪降る夜の日、信長が局から帰るときに草履を履くと暖かくなっていた。それは秀吉が冷えた草履を背中に入れて温めておいたからであった。信長はその忠義に、秀吉をすぐに草履取り頭にしたという。2. 清洲城の石垣の不審。永禄2年、1559年に信長の居城。清洲城の石垣が崩れたため、不審をすることになった。この時20日余りかかってもはかどらなかったが、秀吉がその役目を与えられるとわずか二日でこれを完了させた。そして信長から褒美を賜り、役人に取り立てられ 強引なな手口秀吉は子宝に恵まれなかったそのためかなり晩年になって鶴松秀頼を授かることになるがこの出世についても本当は秀吉の子供ではないなど黒い噂が絶えないまた鶴松は2歳で養成し一時期は姉の子供である豊臣秀次を自身の養子とし関白職も譲ることになったが後に淀殿との間に秀頼が生まれ最終的には秀次を切腹に追い込み秀頼が秀吉の後継者となった。